思いを飲み込んで波は広がる。間違っているのは世界の方だ。間違っているなら正せばいい。そう、壊せばいいんだ。そして正しい世界を全てを洗い流すために、全てを破壊するために。悪いですけど、ラハール殿下、ここで死んでもらいます。勝手にどこかへ行ってたかと思ったら、いきなり殺す宣言か。どういうつもりだ、エトナ。どうもこうもないですよ、殿下。この世界に起きている異常事態が全て殿下のせいだったなんて。もう生かしておくわけにはいきません。私のナイスバディを取り戻すためにも。何を言っているのだお前は。異常事態だかなんだか知らんが、俺様は何もしておらんぞ。それにお前がナイスバディだったことなんて、生まれてこの方一度もないではないか。寝ぼけているのか。ジッカー、私は本当にナイスバディなの。まこちゃまの殿下にはその魅力が理解できないだけなのよ。おい、お前たち、バルバトーゼ閣下を差し置いて勝手に話を進めるんじゃない。バルバトーゼ、誰のことだ。俺だ。俺がバルバトーゼだ。こちらのお方こそこの世界の主役、世界の支配者となられる予定のバルバトーゼ閣下だ。俺様を前にして世界の主役だと？片腹痛いわ。この世界に主役はただ一人、それがこの俺様。また大統領の座をいつの間にか奪われちゃってるのか。これもまた異常事態ってわけか。世界に主役は一人で十分。貴様を倒して俺様がこの世界の主人公になってやる。真っ黒に燃えたぎってるぜ。
俺様に惚れるなよ。どうだ、魔王ラハールとやる。うん、なかなかやるな、お前たち。いいだろう、俺様の子分にしてやろう。アホか！なんで我が主が負けた貴様の子分にならなければならんのだ。まあそう興奮するな、フェンリッヒよ。今はもっと大事なことがあるだろう。はっ、それはそうでございますが。よく聞け、別魔界の魔王よ。お前がここに存在するのは次元を超えて干渉している何者かの意志によるものだ。ほうほう、俺様が何者かの都合でこの魔界の大統領にさせられたというのか。そうだ。だからこの時空においてお前の存在こそがイレギュラーなのだ。そうか、それならそれで俺様は別に構わん。俺様は俺様が一番であれば他のことなどどうでもよいのだ。すごい俺様至上主義、さすが魔王ですね。ラハールさんたらいつまでたってもわがままなんだから困ったもんです。で、誰が俺様をこの魔界に引き寄せたのだ。目的は何だ。誰かはわからない。しかしその目的はおそらくこの世界の乗っ取りだ。おお、世界の乗っ取りか。なかなか見どころのあるやつだな。だがまだその力をうまく制御できていないようだ。見知らぬ奴らが大統領になったり、それをいつの間にか受け入れてしまったのもそいつの力が原因だというのかな。御意でございます。
一体誰の仕業なのでしょう。私たち神様にも喧嘩売っちゃってるからね。何が起きても不思議じゃないんじゃない。神様に喧嘩を売ったって、あんたたちかなりの優等生だったんだね。まさかこれも恐怖の大王のせいですか。そうだ、あのシステムを強制的に終了させたのが異常事態の原因だと俺は考えている。確かにあのシステムは私たちの手に余るものです。強制終了の結果が時空を超えて影響してもそれほど不思議ではないですね。そう、あれはただのシステム。起動するには何者かの大きな悪意が必要になる。その何者かの悪意がこの世界に干渉して異常事態を引き起こしているというのですね。じゃあどうすればいいんだ。早く止めないともっと大変なことになるぞ。答えは簡単だ。その何者かを見つけ出して倒せば異常事態は解決する。でもどうやってそいつを見つけるのよ。次元を超えてまで干渉してくる存在を特定するなんて不可能じゃないですか。その通り。残念ながらこちらから探し出すことは不可能だろう。その何者かが私たちの前に現れるのを待つ。なるほど、フェンリッヒよ。お前が待てと言ったのはそういうことだったか。申し訳ございません、バル様。ただお待ちいただくのは心苦しかったもので。気にするな、楽しみが増えた。早く会いたいものだな。どんな強敵が現れるか本当に楽しみだ。というわけで今回も俺様が大統領に返り咲いたってことでパンチオッケー、よろしく。あんたそこまでして大統領の地位にしがみついていたいの。あん